武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は東京電機大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が90分で大問が3題出題されており、一部の学部では 2B か3を選択可能ですが、まあ基本3までのところが多いような形となっております。で、大問3題のうち1つが小問集合、そして大問2と大問3がまあ1つの分野で出てくるような形ですね。で、大半が記述の問題となっており、小問集合の中ももう途中過程も書く計算問題が出てくるようなのがちょっと特徴かなと。なので基本書けないと点取れないという形になっております。で、問題の分野としては微分積分が非常によく出ています。あとは数列ベクトルあたりもよく出るかなという形ですね。あと場合の数確率あたりですかね。このあたりが大問としては出やすくなっており、ただ小問集合がある分、まあどの分野も油断できないよという形になっております。はい。で、問題の難易度としては日大レベルで十分対応できる難易度ですが、まあ完答しようと思うと、やはりその大問の最後に関しては、まあ、ちょっとまあ、例えば基礎問題成功だけでいけるかっていうと、知識的には解けなくはないんですけど、まあ、解いたことないなみたいな問題がちょっと出るかなって気も、します。なので上のレベルを、仕上げておくか、同じようなレベルでもう一冊やるかを、時間に余裕があったらやっておいてもいいかなと。特にその微分積分の範囲とか、今言ったようなよく出てくる数列ベクトル、確率あたりの範囲は、まあもう一冊、時間に余裕があれば追加でやってミスないようにしておいてもいいかなと。で、普段の学習の時点から記述を、するという、まあ、心がけてやっておくということが、非常に重要になってくるかなと思います。で、あとは、まあ、数学なんで、やはり計算ミスをしないっていうこと、ですね。そこを忘れると、やっぱりどうしても点にならないので、あとは記述になる分、その、条件とかですね、このあたりちゃんと書いておかないと、なので、答えが当たるだけじゃなくて、ちゃんと点数もらえる回答になっているのかということには非常に、意識向けてやっておくといいかなというふうに思います。まあ、計算がそこまで複雑な問題が出てくるわけじゃなくて、まあ、割と見た瞬間、あ、これは分かんなみたいな問題が多いかなとは思いますね。思いますので、まあ、その問題をちゃんと解き切るというところですね。で、まあ、優先的に、まあ、本当になんというか最低限の学習でやるなら日大レベルだけの微積と数列ベクトル、確率だけを、まあやるっていう手もなくはないんですけど、まあ、それぞれどうしても解けない問題も出てくるので、まあ、できれば全部やしっかりやって、仕上げていけるといいかなと思います。以上が数学の勉強となります。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでください。